港さん、今から家に行ってもいいですか？え？今日泊まっていっちゃダメですか？はぁ、急に何言ってんだよ。ダメに決まってんだろ。は？なんでですか？港さん、なんでダメなんですか？なんでって。恋人なのに家にも泊まれねえとか変だろ。いや、でもご家族が心配するだろうし。いつまでもガキ扱いしないでください。俺は一秒でも長く港さんと一緒にいたいんです。港さん、俺のこと好きですか？うるせえ。お前は言葉にしねえと分かんねえのかよ。分かりませんよ、ちゃんと言ってください。もう付き合って3ヶ月も経つのに、まだ面と向かって2回しか好きって言ってもらってません。 LINE じゃたったの1回だけだし。いちいち数えてんじゃねえっつうの。港さんが言葉にしてくれないなら体に聞いてもいいんですか？え？俺3ヶ月間ずっといい子にしてましたよね。おい、電話出ろ、今すぐ出ろ、死刑だろ。大変身に冷蔵庫壊れてたみたいで、変な匂いするし、氷も溶けて水浸しになっちゃってる。分かった、急いで帰るよ。シン、偉いぞ。じゃあせめて最後にもう5秒だけ。最近真の顔をまともに見られない。あいつと付き合い始めてからドキドキしっぱなしで、意識しすぎなんだよ俺は。